昨日、あ、一昨日誕生日だったよ。誕生日メール、おめでとうございます。おめでとうございます。メールも取ってくれてありがとうございます。あ、なんか昨日と今日の朝かな、あ、そう、昨日の夜と今日の朝のメールが遅れてないっぽくて、今日4通ぐらい行くかもしれないです、もしかしたら。こんばんは、初見です、ありがとうございます。なんかめっちゃちょっと揺れちゃうんですけど、初見です、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。覚えてますね、皆さん覚えてますよ。らーちゃん家出から帰った、あ、帰ってきました。今日も一緒に寝てましたね、朝。いつもごめん返信してます、え、ありがとうございます。覚えてますよ、前も覚えてくれてる、もちろんです、覚えてます。まとめて届いて、あ、届きましたか、よかったです。キャッチフレーズしてほしい、あ、じゃあやりますね、はい、いきます。はい、ポンと弾ける笑顔、みんなをハッピーにするのはネイポンの頭、ポンポンしてほしいなふーって感じですね。はい、ありがとうございます。メンバーになってから初めて見ました、あ、見に来れた、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと待ってください、コメントがちょっと早い、ちょっとね、なんか見て、あ、ギフト、こぐまさん、ありがとうございます。あ、お疲れ様です、お疲れ様です。達也さん、だるま10個がいっぱい、待ってよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9、ありがとうございます。しんちゃんさん、くまかな、なんていうやろ、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ラブレイターたくさんありがとう、え、すいません、めっちゃ一気に送っちゃったんですけど、すいません、遊びに来てありがとうございます。また会えて嬉しい、私も嬉しいです。声も可愛い、ありがとうございます。あ、待ってくださいね、写メ会撮るか迷ってるけどどうしたらいい。え、もうそれは撮るしかないですね。なんか旧期生はナンバ式みたいなので、なんか自分の推しのこと、あ、すごい、ラブレイターみたいな、ラブレターみたいな、ありがとうございます。自分の推しのこと喋れるのもあると思うんですけど、新しいなんか推しも見つけれるんじゃないかなと思います。ちょっと待ってくださいね、キャッチフレーズ動画上がってたんですか、え、そうなんですか、ちょっとそれはまだ知らなかったです。自己紹介初めて見た、ポンポン可愛すぎんか、ありがとうございます。ポンポン、レイポンにちなんでポンポンしてほしいなを入れてます。やばい、ちょっと待ってください、コメントが流れちゃったから、やばいやばい、シメ会も握手会も行くよ、楽しみです、ありがとうございます、待ってます。レイちゃんに再会できてないと、私も嬉しいです、本当に再会できてよかったです。こんばんは、こんばんは、あ、今日は9時までやりたいと思います。9時までですね、待ってくださいね、ちょっと待ってよ、コメントが流れちゃった。旧期生密着でレイポン合格シーンいただきました、私めっちゃ泣いてて、もうほんまになんか今までこういうので泣いたことなかったんですけど、もう初めて泣いたし、なんかもう今までで一番本気で頑張ったんじゃないかっていうぐらい本気でやセレクションしてましたね。ついついロイちゃんって呼んじゃう、ごめんよ、あ、全然大丈夫ですけど、まあレイポンって呼んでほしい気持ちもありますかね。最近気になってます、え、じゃあ気になるから好きになってください。ちょっと、あ、待ってくださいね、あ、リカさん何やろ、ラブレターみたいなやつありがとうございます。トルキチさん1号ありがとうございます。マツさん、何やこれ、タワーっていうんやんな、これがタワーですかね、ありがとうございます。トムタンさん、タコありがとうございます。なんていうん、ジョエモンさんだっていうのかな、ありがとうございます。ハリーさん、ありがとうございます。キクヤンさん、ハートいっぱいありがとうございます。サンちゃん、ジャンちゃんって呼んでくれると嬉しいです。
じゃんじゃんじゃん。ちょっとすいません、滑舌が悪いもので、なんかミシミシ言ってる。ちょっとこの椅子がミシってますね頭ポンポンの子かな。あ、そうです、頭ポンポンしてほしいなって言ってる人ですね。9時までほんまに延長する、いや、あの9時までで、そっからね、ちょっとやる子がいるので9期はレイちゃんが気になってます。え、嬉しい、ありがとうございます今まで横浜に行ったことある？横浜はないんですけど、なんか横浜になんか中華街かな、有名なんがあるじゃないですか。めっちゃ行きたいんですよね。生写真漏れてたよ。え、本当ですか？私個人的になんかもう顔が丸すぎて、そう、漏れてて嬉しかったですね。漏れてるって言ってくださって嬉しいです。サメ会の日、誕生日だけどお祝いしてくれる？え、もちろんです、もちろんお祝いしますよ。ちょっと待ってよ。こんばんは、こんばんは。タワーは高いの？いや、もう全然、もうなんなら見てくださってるだけでほんまに嬉しいので、ありがとうございます。おじかずさん、なんていう、星かな、ありがとうございます。マオリンさん、ラブレターみたいな、ありがとうございます。キクヤンさん、バラありがとうございます。レイポンって名前可愛すぎてついつい言いたくなっちゃう。え、本当ですか？嬉しいです、いっぱい呼んでくださいはじめまして、はじめまして、来てくれてありがとうございます。一人っ子、姉が一人います。レイポン、うちは作ってよ。え、嬉しい、ありがとうございます。好きな中華は、最近餃子がめっちゃ好きなんですけど、ふとした時に、え、なんか餃子食べたいってなります。最近、今日はどんな髪型なの？今日はなんか、あ、このシュシュがポイントです、ポイントです。ちょっとでかいんです、これでかいのでポイントですね。はいほんまにコメントの中で、ちょっとすいませんね、いっぱい見たいんですけど。あ、ペンライト、ペンライトですよ。私ペンライトめっちゃ悩んでたじゃないですか。あの濃いピンク1本でいこうかなって今んとこ思ってます。そうです、濃いピンク1本でいきたいと思います。一旦仮で、仮でそれにします。なんかめっちゃ濃いピンクと赤って言ってたんですけど、なんか赤が結構キューキの子めっちゃ多くて、なんかもうそれみんなお互いに見にくくなるじゃないですか。それがちょっと大変かなと思ったので、濃いピンク1本にしようかなと思います。なんて読むやろ、魔人くん、くま、ありがとうございます。あんけんさん、いちご、ありがとうございます。けんさん、ハート、ヒョウ柄のハートいっぱい、ありがとうございます。ちょっと待って、え、やばい。まおりんさん、いちご、ありがとうございます。のべたろうさん、ヒョウ柄のハート、ありがとうございます。ゆたかさん、星、ありがとうございます。たむたむさん、かわいい、ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。たむたむさん、タコも、ありがとうございます。ルドンさん、バラ、ありがとうございます。ピンクと赤は総監督とは揃え、え、そう、なので濃いピンク一本で行きたいんですけど、やっぱ寂しいですかね。めっちゃ悩んでて、寂しいけど、でもなんか濃いピンク一本だけあると、あ、なんかレイのファンの方なのかなってすぐ分かるかなと思って、ちょっと悩んでます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。やっぱり自慢のお仕事、え、ありがとうございます。そう言っていただけてめっちゃ嬉しいです。白い服好きな、よく見るけど、なんか白い服、なんかこれなんかどっか、あ、やばい、ちょっと曲がってたんですけど、どっかで言ったかなって思うんですけど、なんか一時期めっちゃモノクロにハマってて、もう、あ、モノクロと茶色にハマってたんですよ。で、でも最近はなんかピンクのズボンを買ってみたりとかしちゃうんですけど、だからその昔買った服が今着てるって感じですね。やばい、ちょっと早口になっちゃう、早口になっちゃいますね密着見たけど、レスくれたのが松本さんやなかったら推しメン変わってた。え、なんか今思うのは、私が見に行ったのが B2 さんの公演なんですだけなんですけど、あの他の公演ももっと見に行ってたら、もっといろんな方を
あのもう全員推しになって、もうなんか箱推しっていうのは理解できるなって最近めっちゃ思いますね。もういろんな方の公演を見させていただいてて今思います。そうですね、ちょっと待ってください。一本はライブで分かりにくいかも。どうしよう。めっちゃ頑張ってめっちゃ考えてたんですけど、あ、今日は前髪流してみました。いきなり話変わっちゃいましたが、今日は前髪を、ま、流してみました。ミヒーはいっぱい出てくれるよね。なんかもう曲によって変わる表情はもちろんなんですけど、なんて言うんですかね、こう一人一人を見てくれてるな、見てくださってて、すっごい嬉しかったです。あの見に行った時にめっちゃ目合わせてくれたし、もうなんか私ほんまに恥ずかしがっちゃって直視できなかったんですけど、それでももういっぱい見てくださって本当に素敵でした。合宿見てから気になってます。え、ありがとうございます。もう好きになってほしいですね、それは。お疲れ様です。ありがとう、お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。若にゃんに少し似てない、え、なんか言っていただける機会が本当に候補生時代のショールームの時から多かったんですけど、多分あ、この間隅野若菜さんがショールームでもおっしゃってたんですけど、この八重歯と眉毛かなが似てるんじゃないかって思ってます。もう恐れ多いです、本当に本当に恐れ多いし、もう全然美しいんですけど、隅野若菜さんがもうとても、なので全然違うんですけどね。イラスト描いたよ、見てね、ありがとうございます。あ、多分見ましたね。でもレイ、それなんかユキノンとのやつなら多分見ましたよ。自分のファン以外にもアピール大切。そうですよね、もうこれからいろんな方が私の虜になるように頑張りたいと思います。こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。こんばんは。合宿見て気になりました。え、ありがとうございます。合宿ね、めっちゃ楽しくて、未だに写真とかめっちゃ見返しちゃいますし、なんなら動画も昨日の夜お母さんと一緒に見てました。ずっと見てましたね。もうめっちゃ楽しくて、写真も何回も見返してます。レイポも美しい。いや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 、全然です、ありがとうございます。もっとね、自分磨き頑張りたいと思います。 NMB だけで11人が白目する。え、そうなんですか。ちょっと被っちゃってすみません。なるべくね、これからは被らないようにしますね。すみません。合宿のレイポめっちゃ可愛かった。え、ありがとうございます。あ、そう、なんか吸気性密着のなんか目力もめっちゃ言っていただいたんですけど、あの私めっちゃ真顔が睨んでるみたいになっちゃってて、全然睨んでないのになんかこうムスッとしてて、ちょっと反省ですね。虫で泣いちゃってたけど、そう、泣いちゃったんですよね。なんかもともと泣く予定じゃなくて、泣く予定とかも泣きたくて泣いたわけじゃなくて、もうもともと虫は嫌やなって話をみんなでしてたんですよ。みんなでしてたら本当に虫が来て、で実際こう近くで見た時に、うわ、もう虫やってなって、もうちょっと溢れ出ちゃいました。時間限られてるから気にしなくていいかと。本当ですか。でもね、ちょっと被らないように気をつけます、これからは。すいません、被っちゃって。返信できてないけど、ママに撮ってるのはハガちゃんだけなので、え、ありがとうございます。もう撮っていただけて本当に嬉しいです。もう返信も嬉しいんですけどね、もうまず私のもまみを撮ってくれてる、なんなら今このショールーム見てくださってるだけで本当に嬉しいです。ありがとうございます。もうね、嬉しいです。あ、ま、ちょっと待ってくださいね。いや、やばい。あ、ちょっとあれ見ますね、ギフトね。ちょっと止まってたんで、さっき言ったので、どこまで言ったかな。高野さん、いちごありがとうございます。けんさん、だるまいっぱいありがとうございます。2番目ともっくさん、ハートありがとうございます。よっちゃんさん、ハートありがとうございます。りかさん、いちごいっぱいありがとうございます。りかさん、ハートありがとうございます。
よっちゃんさんもハートありがとうございます。嬉しい。ともたんさん、だるまありがとうございます。のっぴーさん、ヒョウ柄のハートありがとうございます。のぶたろうさん、ヒョウ柄のハートありがとうございます。ジーメンさん、だるまありがとうございます。マオリンさん、ハートありがとうございます。2番目のトモックさん、星ありがとうございます。こうやさん、だるまありがとうございます。嬉しいです。いっぱいギフトありがとうございます。なんかプロって感じ。えでもね、候補生時代の時から、あの時が初めてだったんですけど、なんか始まるまではめっちゃ緊張するんですよ。でもこうやってやり始めると、もう本当に関西人ならではのこの早口のトークをしてしまいます。だるま100個ありがとうございます。早くレイポンに会いたいな。私も早く会いたいです。早く皆さんにお会いしたいです。また来ました、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。レイポン好きやから来てるんだよ。え、もう嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、もう嬉しい。みんな来てくれさって本当に嬉しいです。合宿の時からちょっと気になってます。え、嬉しい、ありがとうございます。もう合宿本当に楽しかったですし、皆さんとまた新しい出会いができたし、もう先輩メンバーさんともたくさんお話しさせていただけて本当に嬉しかったです。何歳だっけ。16歳です。3月29日で17歳になります。高校2年生です。名字かっこいいね。ありがとうございます。ハガです。なんか筆記体で書いたら、筆記体じゃない、あの明朝体で書いたらめっちゃかっこよくて、めっちゃお気に入りです。キューキちゃんたちのガッツすごいと思った。え、もう本当にみんな明るくて、あの怖いもの知らずっていう言い方ちょっと良くないんですけど、なんていうんやろう、なんかもう目の前のことに全力で取り組むって感じで頑張ってますね。もうみんなレイポンいいペースで話すから聞き取りやすいよ。え、本当ですか、ありがとうございます。レイポンが小学生メンバー可愛がってるのよかった。いや、もうほんまに2人とも可愛すぎて、もうなんかもう毎日、あ、可愛いねってなります。ブログもモバメもいつもありがとう。レイちゃん毎日可愛い。こちらこそありがとうございます。毎日ね、返信してくださってる方も、たまに返信してくださってる方も、撮ってくださってる方も本当にありがとうございます。モバメをね、今日一気にドドンと昨日の分も送ってしまってすいません。こんばんは、こんばんは。萌えゼリフよかった。え、本当ですか、ありがとうございます。何かテロップ、そうやな、テロップ入れますね。ちょっと待って、テロップの入れ方をちょっと忘れてしまったので、どうしようかな、休憩研究生とかにしとこうかな。レイポンですにしますね。やばい、はい、できました。 OK です。ちょっと待ってくださいね。19時にまた配信やってくれたら嬉しい。え、なんかやりたいんですけど、19時ちょっと早いかなと思ってしまって、もうなんかこの時間ぐらいの方が見やすかったりって思ったりしてます。こんばんは、こんばんは。3月生まれやで。え、一緒ですね、私も3月生まれ。なんならあの9期生3月生まれめっちゃ多くて、あのね、4人ぐらいいたような気がします。めっちゃ多いんですよ。あの告白はみんなに見てほしい。え、恥ずかしいですね。この時間ちょうどいいやん。やっぱこの時間が一番見やすかったりするんですかね。何時まで配信する？ね、9時まで配信します。よくできました、ありがとうございます。世代で言うとナンバ05組世代か。あ、そうなんですよ、05組、05の06です。そうですね。あれから料理しましたか？料理はしてないですね。でも本当に料理嫌いじゃなくて、ちょっとこれ以上はもうちょっとね、黙っときますね、料理に関しては。あ、でも昨日バレンタインをみんなで交換した時に、みんなの手作りチョコが本当に美味しくて、美味しかったです。ミュート誕生日一緒、やばい。そうなんですよ、和田美優さんと誕生日が一緒で、なんなら名前4文字っていう、まあ、結構いると思うんですけど、その共通点も共通点って思ってて勝手に共通点にしてます、自分の中で。
料理の時みかにゃんとずっと近くにいたけど仲良くなれた。配信の時にもうたくさん話しかけてくださったんですけど、まだ合宿以来お会いしてなくて、もうずっと休憩のことしか会ってない状態で今なのでね、全然先輩メンバーさんとはもうゆうみさんぐらいしか会えてないんですけど、もう毎日楽しいです。こんばんは、こんばんは。してない人の言い訳でくさ、まあちょっと内緒でそうですね、もう料理楽しいんです。レシピ見たら、まあうん、レシピ見たらね、できますよ。19時は公園と被るかも。あ、そうなんですよ、公園と被るのも。え、すげえ、え、すごい、ミラーボールって言うんですか。前の配信した時もミラーボールが出てきてめっちゃテンション上がったんですけど、ミラーボールありがとうございます。ギフトもまた読んでいきますね。どこまで読んだかな。マオリンさん、ヒョウ柄のハートありがとうございます。トモチンさん、ペンライトかな、ありがとうございます。すごいピンクになってる。あー、いっぱいハートありがとうございます。マサヤンさん、星ありがとうございます。よっちゃんさん、ペンライトありがとうございます。オズマロイズさん、あ、ロイズがまだついてる、嬉しい、ハートありがとうございます。トモチンさん、ミラーボールやっぱありがとうございます。よっちゃんさん、ハートありがとうございます。ただの人さん、タコありがとうございます。星もありがとうございます。誰と一番仲いい？旧期だと、やっぱレオ、レオとはめっちゃ仲良いですね。レイレオですよ、皆さんレイレオ好きじゃないですか。結構あとはもうみんな結構同じぐらい仲いいかなって思ってます。私はヒョウ柄で思い出した合宿生2人も合宿でお揃いのヒョウ柄パジャマ着てた、めっちゃ可愛かったですよね。めっちゃ可愛くて、もうどうしよう、もうあの可愛さはもう私たちにはもう出せない可愛さじゃないですか。なんかバブちゃん感がめっちゃ可愛いです。ほんまに可愛い。この後も場面撮ります。え、ありがとうございます、嬉しい。ヨシミンと仲良しですよ。ヨシミンはね、中3なのにしっかりしてるけど、でもなんか抜けてる、なんかちょっと天然チックなとこもあって可愛いですね。スタイルも良すぎて、ブログでよく書いてるじゃないですか、ダイエットレシピみたいなの前載せてたじゃないですか。めっちゃ参考にしてます。ファンレター送るね。え、ありがとうございます。遊びに来たよ、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます、嬉しいです。やっぱレイレオ推し多いですね、嬉しいですね。レイレオの大ファンです。ありがとうございます。もうレイオちゃんも喜んじゃいますねレイポン何やっても可愛い言ってた。そうですか、嬉しいですレイオちゃんはね、同い年で誕生日も近いんですけど、なんか私より精神年齢が上なのかと。もう大人っぽくて、見た目も中身も、もういつもね、私のお姉ちゃんですね。レイポンのキャッチフレーズが可愛くて溶ける。ありがとうございます。頭ポンポンしてほしいなぁですね。同じレイがついてるコンビ。そうなんです。漢字もレイニャと一緒で、なんかね、レイって多くて、休憩で3人もいるんですよ。お疲れい、お疲れいです。皆さんお疲れいです。待ってよ、アキラたん推しなんよなアキラ先生推しですかでもアキラ先生がこの前なんか俺なんかファンがいてみたいな話をしてくださって面白かったですあ、ギフト読みますね。マオリンさん、ハートありがとうございます。ケンさん、ハートありがとうございます。よっちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。ただの人さん、タコありがとうございます。タコこうかな、タコありがとうございます。2番目、トモックさん、バラありがとうございます。
いっぱいありがとうございます。つぐっぴさん、ハート、ヒョウ柄のありがとうございます。マオリンさん、なんか手紙ありがとうございます。いっぱい嬉しい。塩ミッチーさん、いちご、ありがとうございます。ハイズさん、だるま、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、今ちょっと時間を確認したいと思います。あと2分らしいです。ありがとうございます。書いてくださってありがとうございます。めっちゃ楽しかったから、ちょっとあっという間すぎてめっちゃ悲しい。どうしたらいいんやろう。こんばんは、レイポンって高校2年生2年生です。高2です。その話詳しく聞きたい。ちょっと、ま、あと2分しかないので、今度時間があるときにまた話しますね。あ、ちょっと待ってくださいよ。合宿の朝の部族みたいな踊りなんです。あ、これですよね。なんかめっちゃ流行ってて、休憩でなんかレッスンの時間の休憩、なんか給水時間にみんもやっちゃうぐらいみんなめっちゃハマってますね、あれ。あきら先生と3回握手した。それはちょっとすごい。あ、男女読みしますね。それではお先に、よし、じゃあだ前ちょっと3人からしか読めなかったのがちょっと反省してるので、今度は13位の方から読んでいきたいと思います。13位、つぐっぴさん、ありがとうございます。12位、のぶ太郎さん、ありがとうございます。11位、しんちゃんさん、ありがとうございます。10位、ふじすけさん、あ、ロイズもつけてくれてる、ありがとうございます。9位、ともたんさん、ありがとうございます。8位、まおりんさん、ありがとうございます。7位、まじんくんさん、ありがとうございます。6位、ケンさん、ありがとうございます。5位、ソルジャーさん、レイポンポンしたいって書いてくれてる、嬉しい、ありがとうございます。4位、リカさん、ありがとうございます。3位、タムタムさん、ありがとうございます。2位、ただの人さん、ありがとうございます。1位、マツさん、ありがとうございます。やばい、楽しかったけど、もう多分時間なので、61番の子ですよね。そうです、ロイちゃんしてました。もう時間なので終わりたいと思います。いきなりすいません、終わってしまって。それではね、もう時間ということなので終わりたいと思います。さあ、最後にちょっとスクショタイムだけ個人的にしたいので、一瞬スクショタイムだけします。はい、パシャパシャパシャ、ありがとうございます。それではね、そろそろ終わりたいと思います。バイバーイ、おつれいです。おつれいとかなんか挨拶みたいになっちゃったけど、バイバーイ、ではまた今度。